今シーズン昇格は難しくなりましたが、残留の希望はまだ残っています。しかしそのためには相当頑張らないといけません。クズマノビッチ、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。本田、Dここは簡単にボールを渡してしまった。このボールはタッチを割ります。スローインです。本田圭佑、これはもったいない、ボールを失いました。ヘッドで渡します。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。フィンク、つまらないミスでボールを失いました。ボールが狙われています。サイドからサイドへ、ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。スローインもう一回です。サイドを変えました。いい形でゴール前まで持ってきました。タックルには引っかかりません。飛んでかわします。キーパーに近すぎたようです。D、出しどころが見つからないか。このボールは重要です。フィンク、これは残念、ボールを手放してしまいました。本田、シュート、安定したボールさばきで、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。ピンク、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。パスが華麗につながります。本田圭佑、ゴール決まりました。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。このボールキャッチします。旗が上がってオフサイド。これは微妙なタイミングですね。
ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ボールを取ってサイドから中央を見る本田、決まるか。シュートだ。キーパー弾く。フィンク、クズマノビッチ、ボールを運びゴールに襲いかかります。強引に切り崩してきた。前に出しました。スローインでのリスタートとなります。本田、効果的なパスが通る。振り抜いた。止めた。ボールが転がる。気は抜けない展開です。前方に運びました。素晴らしいタックルです。本田、ピンク、これはいいぞ。ここで打つ。打ってき、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。ここでハーフタイム、互角といったところでしょうか、堀池さん。はい、どちらも深くは飛び込まないという静かな展開でした。ハーフタイムの指示が気になりますよね。後半の45分始まります。笛が鳴ってこれはファール。カードの色は黄色、警告のイエローカードです。頭で決めました。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。そのまま返します。ゴールシーン、ピンク、クズマノビッチ、うまくボールを奪った。スローインからゲームは再開です。
決めに来た。キーパーゴールは割らせません。ボールを中盤で奪いました。本田、キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。フィンク、狙っていった、ゴールだ。両チームの点差がさらに開きました。ちょっともうこれは勝敗という点では難しくなりましたよ。一方的な試合となってしまいました。本田圭佑、フィンク、ゴールキックで再開になります。ここは簡単にボールを渡してしまった。さあ上げたい。中にボールが入る。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。クズマノビッチ、いいタックルだ。ボールをキープしました。入るか、止める、止めます。セットプレーはどうでしょうか。キーパーにボールが収まりました。うまい。このボールはタッチを割ります。スローインです。クズマノビッチ、